地球が丸いのをすごい感じられて、ね、丸いよね。地球が丸いです。みるみるランド、こんな感じののどかな道が続きます。そう、なんかね、この辺ね、あの昔ながらの家が結構あるんですよね。すごい素敵な感じのね、やっぱ葉山とかって歴史が古いから。そうですね、昔ながらの、ね、家結構、うん、有機の雇用邸です。少々お待ちください。はい、はい、おしゃれだね、ああいうのも。なんか家っぽいけどお店っぽい。そうそうそう、わからない、うん、どっちでもありみたいな。はい、今ね、葉山町表札出てきました。葉山町に突入。こっちはね、逗子海岸のほら川というか。今バスが来ました。ちょっとここも降りてみましょうか。もうほんとこじんまりとした、なんとか湾とかあるけど、海岸の名前は特にないと思うんですけど、プライベートビーチみたいになってますね。なんかここから降りれるみたいだから降りてみます。こんな感じの海岸、砂浜。海の匂いがしてきます。磯っぽい感じの香りです。うん、砂暑いな。そうですよ、今日は暑いですか。めっちゃ暑いです。これやけどする暑さだ。こんな感じで皆さん楽しそうに、来るのもいいですね。はい、でそっち歩いていくと葉山マリーナなんで、ちょっとじゃあマリーナの方行きましょうか。マリーナ行ってみたいです。葉山マリーナ行きます。こういう船が間近で見れるの面白いね。なぎさ丸。じゃあこっち進んでいきましょう。なんかレイナさんも今日は夏っぽい仕様で。そうです、今日はね、海に来れるということで楽しみ。海にマッチしますね。はい、海っぽい青で来ました。私ね、ビーチサンダルなので、もう入って出て入って出てを繰り返しても大丈夫なように、うん、今日はビーチサンダルで来ました。そして麦わら帽子。はい。なんかいいね。まだ11時前なので入れない。葉山港。葉山港と葉山マリーナは一緒なの。マグロ？マグロっぽいですね。ね、すごいね。すごい。与平丸っていうの。じゃあ秀吉丸。これさっきの、そう、さっきの与平丸さん。与平丸さんです。うん、大きいね。大きいですよ。食堂ですね、ここは。富士と夕日を眺めながら。あ、ここの景色も良さそうだね。そうですね。多分なんかこういうとこも美味しそうじゃない。あ、いいですね。あぶつでしょ。地元のアナバスポット的な。葉山マリーナやってきました。葉山マリーナはね、こんな感じでね、こっちの方行くといろいろなんかあったかな、忘れた。多分船がね、こういうのがいっぱいある感じなんだよね。すごいヨットですかね。ヨット、かっこいいヨット。かっこいいヨット。
よっと。ミルミルランドもいずれヨット買うんですか？買うヨット本当か？清掃中です。あ、そうか、ここはあれか、駐車場だ。こっち駐車場なんだ。風が強いですよ。ね、さっき言った寿司海岸の方ですね。本当ヨットの数がすごいね。ヨットウィンドサーフィンか。すごい。一生懸命漕いでます。はい、そしてね、今歩いてきたんですけど、あっちが葉山マリーナで、で、逗子海岸で、手振ってます。でね、あそこ正面に見えるあの山が広山。広山。でもちょっと家見えるじゃん、あそこ上に。あれがお金持ちのいる富裕層エリアです。日本のビバリーヒルズと呼ばれている。そして、こっちの左のこっちのモコっとしたあれがね、大崎公園かな。あそこからもすごい景色見える。あそこすごい景色良さそうです。で、その隣があれが逗子マリーナです。あ、じゃあ逗子マリーナ。おー、あそこは逗子マリーナ。なるほど、こっちが葉山マリーナで、ここは逗子マリーナ。そうですね。なるほど、関係ない。で、向こうが江ノ島。江ノ島で、その奥が富士山。お魚見えないですね。ひたすら見えない。ああ、深いんじゃないの、ここ。ね、深そうね。かなり深いんだ。また、冒険家が一人向こうに向かって。ああ、ここまで来るのかなり冒険家だね。アトラクションみたい。
茶を飲んでます。すごいね、焼けててね、もう真っ赤です。昨日からの日焼けでヒリヒリしてるんですか。焼けた上にまた今日も焼けるからね。そうですね、さらに黒く、ヒーロー雪ブラック、ブラック、ブラッカミルミルランド。これがなんかね、レストランとかそういうやつかな、葉山マリーナのショップレストランです。なってますね。はい、というわけで葉山マリーナでした。いや、楽しめましたね、葉山マリーナ。すごい良かったですね。海がね、もうね、パノラマが、パノラマ、逗子の海から葉山の海まで、そして江ノ島とかもバーって見渡せて、そうなんですよ。お天気からも波がすごくって綺麗でした。葉山マリーナ面白かったです。ではね、次この隣の、森と海岸に向かっていきたいと思います。はい。地図上で見ると結構近いかなって思ってたんですけど、はい、結構歩きますね。まあ、実際に歩くとね、そうだ。もうね、意外と歩けちゃいます。はい。またね、ここもずっとこんな感じの道が続くんですよ。さっぱりして美味しい。すごいね、レモンの香りが引き立って甘さがいい。この景色見ながら最高ですね。そして、はい、そしてこれが台風の焼きそばをお願いしました。